ですが、大好きなセクシータレントの杉本彩さんのエッセイ、オーガズムライフ、私の解放宣言を一緒に勉強していきたいと思います。男が抱えている、ものとしてね、まあ、結構ね、あの闇を持っている人多いんですね。男の女の世界も結構心はドロドロとしますからね、してますけど、男だって負けないぐらい結構ドロドロとした、社会関係の中に生きてますね。特にね、仕事に関しては女性より厳しい面があるからと言われています。常に、相手より優位に立っていたいという願望、比較優位願望とか言いますよね。比較優越願望だっけ、それは強かったりとか、あと支配欲への執着心があったりとか、ね、これはね、私は、まあ、男だからとか女だからとかよりも個人差が大きいような気がします。女でも強い人いますよ、でも女が考えられないほど強い。まあ、女にもいますけど、男で、強い人は、まあ、さらに輪をかけて強いって感じでしょうかね。とんでもなく強いってことですね。はい。で、まあ、杉本彩さんは、まあ、情熱の人だから、もちろん恋愛経験はしてます。で、付き合った男性、まあ、あと、会社を経営もしてますので、まあね、それなりにね、男性と肩を並べて男友達もいます。はい。でね、彼女が、ね、経験した、彼女の経験の中ではね、ね、例外がないんですって。権力に対する執着心や上昇志向は、すべての男性にあったということですね。例外がない。まあ、私はね、まあそうではないと思いますね。結構、育った環境に影響があるからの影響があるんじゃないか。あれけど年齢以上は割とそういう人は多いけど、結構年下の男の子とかだったらそうでもない感じがしますね。まあ、権力欲とかを持つ必要がなかったっていうのもあるのかもしれないし、まあ、そういうものに執着するよりも自分の人生を楽しんでいきたいという気持ちの方がなんか強そうに見えますが、どうでしょうかね。私が、男性を分析する能力が低いからかもしれません。よくよく話してみると、実は、みたいなことがね、ありがちですよね。はい。ということでね、彼らの持っている、ね、支配欲や優越性の思考は決して好きではない。そうなんですよ。そのなんか男性の支配欲とか優越性の思考、優越感を持ちたいとかね、そういうのは、なんかうざいと思ったことはあります。まあ、最初はね、可愛いと思ったことがあるけど、まあ、そんなものかと思ったり、可愛いと思ったりとか、受け入れるしかないと思ったことがあるけど、次第にね、鬱陶しくなってくるんですね。とか、私なんか別れた経験とかあるから、別れたら、そういう話を一切聞かなくてよくなって、ね、なんて気楽なんだろうと思ったこともあります。そのくらいね、結構鬱陶しい性質であるんですね。まあ、とはいえね、男として生まれたものには切り離せない仕組みみたいなのかもしれないと思う。そうですね。まあ、女にとって、まあ、実はね、ちょっと鬱陶しいところではある。あまり好きにはなれないところがあるんだけれど、でもそれこそが男だったりするんですね。まあ、それこそが、もう男として仕方がない男だからこそ持っている性質とも言えるわけですね。はい。で、それ仕事に、いや人生においてもそう自分をコントロールしていきたいという気持ちが強いんだけど、実はね、恋愛においてもそういうところがあってね、付き合ってる女性はね、もしくは奥さんとかはね、自分の思い通りにね、常にコントロールしたいというね、願望を本質的に男性は持っているわけですね。それを表に出さない人もいるけど、まあ、本質的にはある人多いですよね。はい。で、まあ、そういう性質が、鬱陶しい、嫌だってね、私のように思っちゃうからと言ってね、ただただ、否定するだけでは、うまく付き合っていくことはできない。まあ、当然ですよね。あるものをですね、ないというのは、まあ、それはまあ、点でおかしいけど、ね、あるものを、ただ嫌がるだけっていうのも、それとうまく付き合っていくのにはふさわしくないですよね。まあ、嫌がる気持ちはわかります。あるものもないっていうのは、まあ、ただおかしい理論ですけどね。はい。ですね。だから、もともと持っているので、まあ、
否定して消せ、もう消してなくならないのだから、そうなんですね、女性の感情、まあ、男性もにも感情ありますけど、まあ、感情と一緒でね、嫉妬心とかなければ、もっと気楽に、ね、生きていけるのにとか思うけど、嫌なものでも、自分の中にあるものはね、もう、それをどうのこうの、肯定したり否定したりしたって、何の意味もないですよね。だって、どんなふうに、評価しようが、思う方が、ね、なくならないからね、ずっと存在するからね、逆に女性の側が男性のそういう性質をコントロールしていくしかないと思う。うん、そうね、嫌だからといって否定したところで、消えるわけじゃない。絶対存在する。存在し続けるもので、支配されるように思わせてもいて、実はこちらが、ね、相手を支配する。そういうような、ね、巧みな、ね、管理技術が、ね、を女性側が身につける必要があるとですね。そうやってね、高度な男性管理ができる大人の女性にならなければいけないということですね。うん、まあ、支配されるのも嫌だけどね、支配したいというね、気持ちをむしろ利用してね、こっちがね、支配してやるぐらいのね、意気込みがあるとね、割と女性もね、そんな嫌な気持ちを持たずに付き合えるんじゃないかということですね。はい、私を支配しようとして高圧的な態度を取る男性には強い嫌悪感を抱くようなことがあったということですがね、そういう経験はまあ、ね、まあ割と誰にでもあるかと思います。ね、高圧的な態度って分かるんですよね。で、その理由が支配するためとかだったら、何なのこの人って思って、嫌な感じがしますよね。うん、ある程度の年齢になってくると、もう、はっきり言って、うざいとか思ったりしますよね。はい。男の人のそういう性質って本当うざいです。だけど、ね、仕方がないんですよね。もう男であるからには。自分を支配しようと躍起になってくる人とかもいますよね。自分を支配しようと躍起になる相手から一歩下がってね、同じ土俵から降りないといつまで経っても平行線をたどるしかない。まあですね。まあ、彼女は、まあ、ちょっといろんなね、体験をしてきてますからね。まあ、結婚、離婚、結婚といろいろ経験してますから、まあ、実感として分かることが多いんでしょうね。同じ土俵に行ってね、ずっと躍起になって戦っててもね、あんま意味がないってことですね。それを何とかして意味があることに変換していく技術を持ってそうですね。男の人って周りが立ててあげないと頑張れないのは事実だと思う。まあ確かにね。なんかお母さんが立ててるところとかよく見ますよね。なんかこの男、お母さんありきで頑張ってるってなんか見え見えな。男の方も自分を立ててもらうことを求めてくる。うん。で、それってね、周りの女性が、男をうまく立ててるだけっていうわけでもないんですよね。立てて、自ら立ててほしいと男の方だって思ってる。だからギブアンドテイクのところがあるんですね、実はね。だからやっぱり、女性が立ててあげないとね、生きていけない。まあ、そんなね、ダメな生き物だっていうことですね。弱い生き物であり、ダメな生き物です。ね。でも、そのことを知っておきながらもね、彼らをね、いたずらにね、傷つけてばかりいても仕方がないのでね、そう、うまく共存していきましょうという感じですかね。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。